自由の女神像、自由の女神像、自由の女神像はアメリカ合衆国のニューヨーク港内リバーティ島にある像である。正式名称は世界を照らす自由。自由の女神像はアメリカ合衆国の独立100周年を記念して独立運動を支援したフランス人の募金によって贈呈され1886年に完成したアメリカ合衆国の自由と 民主主義の象徴であるとともに、19世紀以来耐えることなく、世界各地からやってくる移民にとって、新天地の象徴ともなっている。アメリカ合衆国ナショナルモニュメントに指定されている。1984年には、ユネスコの世界遺産、文化遺産に登録された。同性だが、読書のために緑色になっている。像の頭の部分までの高さは33.86メートル。 百十一点一フィート、台座から通地、台座までの高さは四十六点零五メートル、百五十一点一フィート、台座の高さは四十七メートル、百五十三フィート、台座部分も含めると九十三メートル、三百五点一フィート、総重量は二百二十五トンである。右手には、純金で形作られた炎を要する台末を空、高く掲げ、左手には、 アメリカ合衆国の独立記念日である、1776年7月4日、とローマ数字で刻印された名板を持っている。足元には引きちぎられた鎖と足枷があり、すべての弾圧、抑圧からの解放と、人類は皆自由で平等であることを象徴している。女神が被っている冠には七つの突起がある。これは、七つの大陸と七つの海に自由が広がるという意味である。 台座部分にはエレベーターが設置されている。エレベーターの最上階、10階からは、像の中の螺旋階段を上って、王冠部分の展望台に上ることができる。2001年9月11日に発生した、アメリカ同時多発テロ事件後は安全のため、同展望台は閉鎖されていたが、2009年7月4日、独立記念日に合わせて、約8年ぶりに再開された。再開後は、 同点膨大に入場できる人数が1時間あたり30人まで、1日240人までと制限されたほか、入場には予約が必要となった。台座部分の内部は、アメリカの移民の歴史について展示する博物館になっており、エマラザラスが書いた、新しい巨像という台の14行詞を浮き彫りにした、ブロンズ生命版がおけされている。松明は、灯台とするためのものであったが、 雲に反射して、船舶運航の妨げになるということで中止された。また、像はもともと東大であったためニューヨーク港を向いている。なお、自由の女神像は、フランス系フリーメイソンリーとアメリカ系フリーメイソンリーの間に交わされた贈り物であった。台座の記念版には、以下の文言が刻まれている。アメリカ合衆国の独立100周年を祝い、フランスの法学者で、 政治家のエズアールド・ラブライエが南北戦争後の混乱に苦しんでいたアメリカに大使両国の深い友情の証となりうるモニュメント寄贈を提案し寄付の募集を呼びかけた。設計は1874年にラブライエからフレデリック・バルトルディに依頼された。設計にはエッフェル島で知られるギュスターブ・エッフェルも関わった。像のデザインはウジェーヌ・ドラクロワの絵、民衆を導く。 自由の女神とバルトルディの母親をモデルにしたものである。資金集めのため記念像建造キャンペーンとして宝くじや1878年の万国博覧会であるパリ万博に完成東部を展示し約40万ドル相当の寄付金を集めた。1884年にフランスパリで仮組完成され214個に分解してフランス海軍軍用輸送船イゼル号で アメリカに運ばれた。台座部分の建設資金はニューヨークワールド紙社主ジョセフ・ピューリッツァが資金集めのキャンペーンを行いアメリカ国民の寄付によってまかなわれた。台座部分の設計はアメリカのリチャード・ハントが行った。1886年10月28日に除幕式が行われた。当日はあいにくの雨であったがグロバー。 クリーブランド大統領をはじめ100万人以上の監修集まり、顔にかけられたフランス国旗を製作者のバルトリリが除幕した。その後、像が置かれることになったリバキ島、当時はベドロー島と呼ばれていたの庭園の設計は、ペイリーパークの設計で知られるランドスケープアーキテクトのロバート・ザイオンが担当し、1924年にアメリカ国国定記念物、 1966年にアメリカ合衆国国家歴史登録罪、1984年に世界遺産、文化遺産に登録された。1990年代に白人か黒人かとの議論となり、双方にそれらしい理屈が上がったため、意見の一致を見ることはなさそうであった。しかし、結局のところ像の色が緑であることから、緑人という子で議論は収束している。以後も、 アメリカだけでなく世界の自由を象徴する建造物として多くの人に知られている。創作の方面でもアメリカあるいはそれに関わる事物を象徴するものとして特に描かれる場合がある。例えば映画猿の惑星第一作では最後の場面でその星が実は地球だったということを示すために使われた。ゴーストバスターズ2では悪霊と戦うためには 地域の人間の善意が必要と言って、みんなの納得する善意の象徴として、自由の女像を持ち出す。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件の際には、自由の女神像もテロの標的となる噂があった。このため2001年9月12日から2004年7月まで、リバーティ島への上陸が禁止された。2004年8月、 台座部分の内部までの公開が再開されたが、安全上の理由で東部にある展望台の再開は見送られた。2009年7月4日、東部の展望台は独立記念日に合わせて入場者数の制限付きながらも再開された。自由の女神像はハリウッド映画など主にニューヨークを舞台にした多くの作品に登場している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。